どうも、全力投資です。10月10日木曜日、本日も資産公開やっていきます。 で、今日の動画の後半なんですけれども、昨日から引き続き持ち株の決算が発表されていますので、今日も動画の後半では持ち株の決算についてお話をしていくんですけれども、本日は決算発表と同時に自社株買いなんかの発表もされていましたので、動画の後半では私の持ち株から発表された決算と自社株買いについてお話をしていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、日本株の振り返りからやっていきますが、本日も日経平均は陰線を引いていまして、なかなか上値が重たい一日だったかな、 と思います日経平均日中の値動きを見ていきますが、今日は寄り付き直後39,600円ぐらいの水準だったんですけれども、前場の間にじりじりと値を下げた後、5番に関しては横横という展開になっていますので、ある程度高いところから始まって、今日は徐々に売られてくる展開だったのかなと思います。そんな結果、10月10日の日経平均ですが、昨日に比べてプラス0.26%上昇幅で102円終わり値で39,380円となっています。 日経平均は石場ショックの下落を取り戻すまであともう少しというところになりますので明日10月11日は金曜日になりますけれども週末も踏ん張ってほしいなと思いますはい次にトピックスに関しても今日は1日を通して結構弱い値動きだったかなと思います 日中の値動きとしては日経平均とほぼ似た感じですね。よりき直後が一番高くて、そこから前場の間にどんどんと値を下げた後、5場に関しては横横といったところですね。そんな結果、10月10日のトピックス、昨日に比べてプラス0.2%上昇幅で5.43ポイント、終わり値で2712ポイントとなっています。 日経平均トピックス、本日はどちらも大体似たような値動きだったんですけれども、いずれにしても今日はなかなか力が感じられなかったかなと思います。そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、10月10日は昨日に比べてプラス53,941円となっていまして、証券口座内の資産合計額4,119万7,111円となっています。 今日は私の資産額若干増えてはいるんですけれども、日本株のポートフォリオで言うと、ほぼ値動きなしという状況でしたので、やっぱり日経平均とかトピックスに対してはパフォーマンスちょっと悪くなっている状況です。ということで、個別株の値動きを見ていきますが、今日は建設とか設備関連に関しては値動きまちまちですね。日東富士製粉は本日マイナス30円ということで、やっぱりなかなか株価の上値が重たいなぁといった感じです。 はい。で、今日はサービス関連に関しても値、ね、動きまちまちですね。食品セクターは、キリンホールディングスがプラス13円となっていますが、日清料がマイナス30円ですね。その下、ハードオフコーポレーションに関してもマイナス5円ということで、こちらも上値重たい感じですね。で、東京エレクトロンデバイスがマイナス15円となっています。その下、創日も小幅にマイナスですね。で、不動産セクターですが、ヒューリックがマイナス、その下、ビルに関しては小幅上昇となっています。 あとは、クリアマホールディングスとか、スターティアホールディングスとか、この辺りに関してもあんまり値動きないですね。で、価格セクターは、クラレがマイナス17円となっていますが、三菱ケミカルがプラス0.2円ですね。この辺りもよくわからない値動きだったかなと思います。はい。で、アルプス技研とか日本空調サービスは値下がりとなっていますが、フォーカスシステムズはプラス6円ですね。いずれにしても、この辺りの銘柄に関しても小幅な値動きになっているかなと思います。その下、イデミツに関してもマイナス0.1円ですね。で、今日は製造業の周り、比較的強い銘柄が多かったかな、 値下がりしている銘柄で、うとと SWCC が -40 -41 円円ですすねその下サンンワホールディングスに関してても41円となっていますで昨日決算を発表しましたベルシステム24本日マイナス90円ということで大幅下落ですね。昨日の動画でベルシステム24の決算についてお話をしましたけれどもやっぱりね、決算の中身そこまで良くないという状況ですので今後業績が何をきっかけに上振れていくのかこの辺りについても結構不透明な状況ですからこの先は株価の動きもちょっと期待しづらいかなと思ってます。 はい。で、小松とか竹内製作所とか、この辺りはしっかりしたね、動きですね。で、今日はフェローテックに関してもプラス21円となっています。 で、輸送用機器は、イスズもヤマハ発動機もどちらも上昇してますね。で、また半導体関連のところですが、東京精密マイナス21円となっていますが、引き続き強いのがキャノンですね。本日もプラス35円となっています。キャノン、ここ最近めちゃくちゃ強いですね。で、クレステック、タカランドカンパニー、ローランド岡村、この辺りは今日まとまって買われてますね。で、商社周りですけれども、伊東中プラス52円、しっかりした値動きですね。その下、調理とか金松に関しては小幅マイナスとなっていますが、佐藤商事とか稲端産業も上昇してますね。とはいえ、伊藤忠ね 東ここののたりも小幅マイナスとととなっっていいままますすででセクター値動きちちろですはい。で、今日は金融関連の銘柄、強い値動きのところ多かったですね。三菱 UFJ プラス24円となっています。その下、ジャックスも上昇していますし、オリックスも大幅上昇ですね。あとは、損保ホールディングス東京会場、保険銘柄に関してもしっかりした値動きになっています。今日は保険銘柄なかなかいい感じでしたね。で、不動産セクターでイオンモールがマイナス13円、当世に関してもマイナス1円ですね。で、ここ最近値動きがめちゃくちゃ強い、先行グループ、本日はマイナス3円、 となっています あと、通信セクターも本日はすべて上昇となっているんですけれども、上昇幅に関しては小幅にとどまってますね。はい。で、電源開発がプラス3円となっていますが、そこから下の銘柄アイネット1年クレオ山田森とこのあたりは全部マイナスとなっています。ということで、持ち株眺めてみましたけれども、今日は私の日本株のポートフォリオ、ほとんど値動きはなかったんですけれども、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数で言うと、若干値下がり銘柄数の方が多かったかなといった印象ですね。ということで、楽天証券で保有している金融資産額4,119万7 1 91円となっています次に SBI 証券で保有している個別株の状況ですが、10月10日は昨日に比べてマイナス0.37%値下がり幅で7240円となっています。引き続き SBI 証券の口座厳しいですね。こんな日でも含み損がまたさらに拡大をしてしまっていますので、厳しいという言葉以外に出てこないんですけれども、まあ仕方ないかなといったところですね。SBI 証券で持っている銘柄にあんまり資金が流れてきている感じではありませんので、また資金がどんどんとシフトしていく中で SBI 証券の個別 別株にも元気な資金が流れてきてくれたら嬉しいなと思ってます次に楽天証券以外で保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが10月10日終了時点で4 8 6 6 3 0 2円となっています はい。ということで、総資産額に関しても、4900万円台まで戻ってくる気配がなかなかないんですけれども、動画の中でもずっとお話ししている通り、とりあえずね、早く5000万円台に到達したいなと思います。ということで、ここ最近、まあ、微妙な日本株の値動きになっているんですけれども、昨日アップした動画で持っている個別株が日本株の指数と同じような値動きにならないんですっていうコメントをいただいていまして、今の相場状況、日本株、特に日経平均とかは結構元気に上がっていますけれども、そんな中でもね、なかなか苦しんでいる個人投資家さんも 結構多いんじゃないかなといった感じですね。こういう時はですね、みんなで傷を舐め合いながら元気を出していこうという以外にないんですけれども、とにかく今は耐え時かなと思いますので、厳しい日々が続いていますけれども、ここから発表される各企業の決算に期待をしていきたいなと思ってます。ということで動画の後半なんですけれども、本日も私の持ち株から決算が発表されていましたので、ここからは私の持ち株の決算についてお話をしていきます。 はい。ということで、本日見ていく銘柄、竹内製作所ですね。この銘柄、比較的最近買った銘柄で、今回初めて決算を持ち越したんですけれども、竹内製作所10月10日プラス20円となっていますが、ここ最近の値、ね、動き結構厳しい状況ですね。で、こちらの銘柄なんですけれども、小型の研機メーカーということで、似たような会社だと小松とか日立製作所とか、そういった研機メーカーってたくさんあるんですけれども、その中でもね、特に小型研機に特化したメーカーとなっています。小型研機の中では結構有名で、技術力も高いみたいですね。 そんな竹内製作所、今回2025年2月期の中間決算を発表したんですけれども、まずはじめに売上高、前年から比べるとプラス4.2%ということで、だいたい1100億円といったところですね。その次、営業利益に関しては今年結構増えていまして、前年から比べるとプラス46%ですね。金額で言うと248億円となっています。 経常利益に関しても前期から比べてプラス35%となっていまして、中間期の最終利益でも前期から比べてプラス33%ですね。売上高あんまり伸びていないんですけれども、利益面が結構伸びている感じですね。 はい。ということで、業績細かく見ていくんですけれども、まずはじめに日本国内の市場ですね。日本国内は売上高昨年から比べるとマイナス8.3%となっているんですけれども、製品価格の値上げとか円安の影響で、利益に関しては昨年から比べるとプラス79%ですね。大幅増益となっています。 その下、米国市場に関しては、売上高は昨年から比べて11%ほど増えているんですけれども、セグメント利益に関しても昨年から比べるとプラス35%となっていますので、米国市場に関しては増収増益ですね。なかなかいい感じかなと思います。 はい。で、イギリスですね。こちらは売上高マイナス1.9%となっていまして、さらにセグメント利益に関してはマイナス86%となっていますから、イギリスなかなかしんどい状況ですね。73億円を売り上げて利益が1億1000万円しか残っていない状況。何のために事業をしているのかよくわからない状況になってますね。その他、フランスに関しては売上高昨年から比べてプラス26%となっていまして、フランスは営業利益に関してもプラス2.5%ということですので、ヨーロッパの市場でも国によって 強弱とちちといったところです、す最後中国ですね。景気減速が結構言われていますけれども、中国は売上高プラス18.9%でしっかり上がってますね。利益に関してはプラス621%となっていますので、利益去年から比べてめちゃくちゃ増えているんですけれども、金額で言うと1億9000万円ほどですから、会社全体に与えるインパクトとしてはそこまで大きくないかなと思います。 そんなわけで、イギリス市場が結構しんどい感じですね。そんな竹内製作所今回の中間決算の発表と同時に、業績見通しも修正していまして、まずはじめに、売上高、こちらが当初の目標から比べると、マイナス85億円ということで、若干下がる予定となっているんですけれども、一方、利益以降に関しては、営業利益当初の予定からプラス15%、経常利益に関してもプラス9%、最終利益に関してもプラス9.1%ということで、売上高に関しては下方修正しているんですけれども、それ以外の利益面に関しては上 情報修正となっています。 1, 1。株当たりの純利益についても、今回の修正後の値で1株当たり6。29円となっていますので、当初の予定から比べればかなり利益面は増えてきているかなといったところです。で、今回修正の理由なんですけれども、やっぱり欧州市場がなかなか厳しい状況みたいですね。販売台数自体は北米では1.6%増えるんですけれども、欧州ではマイナス14.9%を見込むようですので、販売台数、欧州での減少が響いて、連結ではマイナス8 6。.6% ということみたいですね。一方で海上運賃の。減少 とか円安とかの影響で利益に関してはしっかりと確保できている状況ということですからさっき見たように売り上げ高当初の予定から今期は若干減らしてきているんですけれども利益に関しては今回しっかり伸びる状況ということですね。 はい。ということで、竹内製作所、今回の業績見通しの修正に関しては、売上高が伸びていないっていうところがね、ちょっと気になるところではあるんですけれども、それでも営業利益以降はしっかりと確保できていますので、なかなか評価しづらいところではありますけれども、まあまあ、減収減益の予想ではありませんので、これはこれとして、良しとしようかなと思ってます。そんな竹内製作所、今回自社株買いも発表していまして、取得する株式の総額、上限70億円ですね。で、うまくいけば発行済みの株式に対して4.2%を買い付けるということです。 自社株買いのインパクトかということで、今回最終利益も情報修正、自社株買いも発表していますので、全体として見れば今回の決算なかなか良かったんじゃないかなと思うんですけれども、それでも売上高当初の予定から若干減らしてきていますので、このあたりが市場からどういうふうに評価されるのか、明日以降竹内製作所の値動きについては注目をして見ていこうと思います。以上。